翔太のショータイムレディオ。ショータイムレディオ。下野翔太のショータイムレディオを聞きの皆さん、下野翔太さん、山下里奈さん、こんばんは。スーパービバです。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムの翔太です。よろしくお願いします。ということで、番組には何度も何度もお世話になってるんですけども、うん、スーパービーバーというバンド名を初めて聞いたよという方も、そしてスーパービーバーというバンド名前は聞いたことがあるよという方もいらっしゃるかと思いますので、うん、はい、我々スーパービーバーのことにちょっと説明させていただきますと、はい、我々スーパービーバーは今年でなんと結成15周年でございます。15周年でございます。すごいですね。この機にですね、なんとメジャー再契約ということで、はい、あまり聞き慣れない響きですよね、メジャー再契約っていうのは。う、ね、うん、我々スーパーエヴァー10年前に一度メジャーデビューをしてまして、はい、そこからメジャーレーベルを離れます。そして10年間インディーズで自分たちで活動して、ようやくこのタイミングでもう一回メジャーというフィールドでさらにバチバチとやろうとしているバンドでございます。はい、はい、そんな我々スーパーエヴァーでございますけども、6月10日にニューシングル「ハイライト一人で生きていたならば」、こちら両 A 面シングルをリリースします。ありがとうございます。嬉しいですね。柳沢さん、はい、どんな一枚になりましたかね。そうですね、まあ今言ってくれていたように、はい、まあ、メジャー再契約という、まあ、一つの出来事がありながら、はい、そしてあの結成15周年という我々のこう歩みもありながら、うん、まあ、スーパービーバーの今の気持ちというかね、あのモードみたいなものがかなりこうギュッと詰め込まれていると思います、うん、はい、でまああの両 A 面ということでね、あのハイライトはかなりライブチューンで、うん、みんなでこう大合唱したいような一曲になっていて、うん、で一人で生きていたならばこう、なんだろうな、グッと聴き込みたくなるようなミドルテンポの曲になってるので、うんうん、まあ、あの本当にこのシングルを聴いていただけたら、スーパービーバーってどういうバンドなのかっていうのが、今一度伝わると思いますので、うんうん、ぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思っております。はい、はい、そしてですね、うん、そんなニューシングル、ハイライト一人で生きていったならばを楽しみにしてくださってるですね、うん、番組アシスタントの山下里奈さんから質問がなんと届いています。ありがとうございます。代表して私渋谷が読ませていただきますね、はい。はじめまして、下野翔太のショータイムレディオアシスタントでシンガーソングライターの山下里奈です、はい、スーパービーバーさんのこちらの痛みも分かってくれているかのように寄り添ってくれる曲たちに前向きにしてもらった人間の一人です。ありがとうございます。笑い、なぜ笑った、はい、ということで質問です。いろんな経験を積まれていると思いますが、しんどい時前向きな気持ちになるためにしていることはありますか。ハイライト聞きました。皆さんの人生の中で一番のハイライトは何ですか。おということでございますけれども、うん、上杉さん、はい、これ俺の人生のハイライトだわって思うとこありますか。あー、それね、でもやっぱハイライトって一つじゃないじゃないですか。そうね、そうだから結構ね、その思い起こせば、あ、これも今に全部つながってるなって思うこと、うん、そのいいことも悪いことも、はい、そういう経験っていうものがあって今になってるので、うん、結構ね、振り返ってみるとハイライトっていっぱいある気がしてて、確かにね、そんななんか感じで、なんかこれだって言い切らなくても、多分ね、思い出してみて、あって思うことって多分全部ハイライトなんだと思うので、うん、そういうのをなんかちょっとね、大事にしながら自分は生きてる気しますね。いいじゃないですか、うん、なるほど、いい答えですよ。さあ、うん、いい答えの後に、うん、しんどい時、うん、前向きな気持ちになるためにしていることを藤原さん、はい、教えてくださいよ。そうですね、はい、当たり障りないことしか言えない。そんなわけないでしょ。そんなわけないでしょ。そんなわけないでしょ。あんた、いや、もう好きなことをすればいいじゃない、はい、そのね、息抜きでも何でもね、ストレス解消すればいいと思います。そうですね、はい、ということで、次行ってみたいと思います。なんともう一つですね、こちら番組 MC の、下野翔太さんから我々にラブレターが届いているんですけども、代表して私がまた読み上げてもよろしいですか。はい、はい、ということで読ませていただきます、はい、背景スーパービーバーへ、メジャー再契約おめでとう。小説都会のラクダを読んだ一人として、これは本当に感慨深いビッグ&グッドニュースでした。心斎橋ビッグキャットで聞いたアメリカ村のカプセルサウナの話、うん、去年聞いた神戸で初ソールドアウトが、神戸ワールド記念ホールだった話、うん、数々のハイライトを具現化するあなたたちに魅了されっぱなしです、うん、
これも一人で生きていたならば不可能だったことでしょう。これからも4人ならではの音世界を我々に見せてください、はい、それではまた、スタジオで会えるのを楽しみにしています。それでは最後に全員で曲紹介をお願いします。モロハでスコール&レスポンス。なんでだよ。なぜですか。今の何ですか。なぜですか。なぜ我々の曲が流れずにモロハの曲を我々が紹介しなければいけないのかわからないです。ちょっとねこういうことばっか繰り返してさすがに我々も拗ねるのでよろしくお願いしますね。はい、ということで最後はちゃんと我々の曲を流してもらいましょう。それでは、下野さん山下里奈さん次はスタジオで遊びに行きますので、はい、覚悟しておいてくださいということで最後に聴いていただきたいと思います。スーパービーバーで一人で生きていたならば。